これで決めますよ。よし、これで決めますよ。よし、よし、おお、ジョージ石原の動画。こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、前回の動画でちょっと好評だったこちらの自動車運搬列車、この動画でプラレールのね、なんて言っていいんですかね、伏線ドリフトっていうんですかね、まあ伏線レールを使って、まあ、この貨車をねまあこうやって走らせた動画をね、ちょっと撮ったんですけど、それがね、思いのほか好評だったんですよ。で、私ね、こういうのね、大好きで、まあ昔ね、高速伏線ドリフトの動画も撮ったことあるんですけど、今度は、レゴでやってみたいなと思ったんです。で、それでですね、ちょっと調べてみたんですよ。多分まあ、やられてる方いらっしゃるだろうなと思って、調べてみたら、まあ、やられてる方いらっしゃいまして、ちょっと違う感じのね、伏線ドリフトしてみたいと思います。で、まあ、ジョージ石原はちょっとね、この先頭車だけでやってみたいなと思います。で、このレゴのハイスピードトレインは、動力車が先頭車にあるんですよね。でですね、これでね、結構悩んだことがあって、このハイスピードトレインって、この幅が短いんですよ。で、なおかつこれがね、そんなに向き向かないんですよね。特に後ろの方が角度が向かないので、これだけで走らせてもこれならないんですよ。車輪が向かないから、向いても限界ここまでですよね。なので全然届かないし、車輪の向く角度も全然足りないんですよね。なのでまあちょっとね、昨日ね、息子にいろいろ相談して、で二人で一緒に考えたんですよ。でまあそのやり方なんですけど、これを外して、でまあレゴなんで本当カスタマイズ自由なんですよ。この前のね、台車っていうんですかね、これを外して、でここにね、ちょうど入る穴があるんで、ここに入れてあげるんです。で、これだいぶ距離が稼げたんで、で、あとは、これを自在に動けるようにすればいいだけなので、高さと合わせられる台を、まあ、こんな感じで、まあ、適当にね、ブロックで作って、これを取り付けてあげて、あとは台車を付けるだけ。そうなんです。レゴっていいのは、ほんと自由自在なんですよね。なので、これでやってみたいなと思います。こんなコースを作ってみました。イメージ的には、こうして、で、ここを通過した時に、カチャって切り替えるんですよね。うん。よし。じゃあね、ちょっとまずはゆっくりやってみます。スピードはね、一番遅いスピードで、どうにできるのかっていうのね。じゃあ行きます。は。いけますね。ここからはですね、どれくらいの速さまでならいけるのか気になったので試してみました。ちなみにこのハイスピードトレインなんですけど、スピードは10段階あって、1段ずつスピードを上げていったのですが、3段4段目までなら大丈夫でした。5段目のちょうど中間のスピードで、まあいけるかいけなかったりっていう感じでした。6段目のスピードは、まあ何回やってもダメでしたね。じゃあ次はこっちの長い方でいきます。よし、イメージはこれです。じゃあこれでスピードを上げていきます。よし、どうすか。じゃあもう一段スピードを上げて、よし、ああいけてますね。だいぶいい感じかな。じゃあもうちょっとスピード上げて、これが多分限界速度なんで、これで決めますよ。よしよし
出た。これが出た。